皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます、俺の酒が飲めないキャストインタビューです。はい、私今日は、新人の闘銀幸恵が出せていただきます。本日キャストインタビューさせていただく方はこちら、小林さやかです。はい、お願いします。お願いします。はい、さやかさんが演じられる黒時報という役柄についてお聞きしたいと思うんですが、はい、どんな役柄ですか？ですね、私にぴったりな酒蔵を継いだ娘といいますか、主人公の健太郎の妹なんですけども、まあ、ネタバレかな。お兄ちゃんが東京に行ってしまって、酒蔵を捨てて行ってしまった後、黙々とこう酒蔵を継いで頑張っているという妹の役ですね。お兄ちゃんを恨みながら頑張っているという、はい、そういう妹です。はい、ちなみにさやかさんにぴったりというのはどういう意味でしょうか？はい、お酒を飲むからです。あ、なるほどちなみにお好きなお酒とかは？はい、日本酒大好きです。お、はい、お正月は、根室のお酒を飲んできました。はい、北の勝という根室のお酒、普通のお酒ですね。お、はい、あと北海道で千歳鶴の、生酒をお土産で買ってきて昨日稽古場でみんなで飲みました。美味しかったです。美味しかったです。はい、では最後にこちら動画を見てくださってる方へ、はい、一言メッセージをお願いします。はい、新春第一発目、俺の酒が飲めない、青年座にぴったりというか、やっぱり年齢層がこう幅広い劇団がやるにふさわしい、温かいけれどもどこか闇もある、笑えるけれども悲しくも切なくもあるという、素敵な本を古川さんが書いてくださいました。私たちは今毎日毎日本当に細かいところを、重箱の隅をつつくように、稽古しております。これを本番、初日22日まで、必死に手を抜かずに頑張っていきたいと思いますので、ぜひ楽しい芝居になると思いますので、皆さん足を運んで劇場までお越しください。お待ちしております。はい、ありがとうございました。では本日のキャストインタビューは ここまで。バイバーイ。 バイバーイ